プレスクリーニングは治験において重要な位置を占めるプロセスで、被験者の医療情報及びカルテの内容の精査、医師からの紹介による被験者候補の特定、電話やウェブサイトによる質問調査などを通して治験参加への適合性を判断するものです。プレスクリーニングを行うことにより、実施医療機関 施設は時間を節約することができ、また、スポンサーは被験者候補の募集から組入れまでに見られる傾向を把握することが可能となります。プレスクリーニングは、被験者がインフォームドコンセントに署名をする前に、ウェブサイト、電話、対面のいずれか、もしくはその組み合わせによって行われ、スタディーコーディネーターやリクルート担当者にとって、 候補者が選択除外基準を満たしているか、また、試験参加への適合性を有するかを容易に判断するための手段です。